わあ、わあ、それ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 。やべ、これ40%って書いてあるよ。めっちゃ割ろう。40%ってちょっと入れればいいよね、もう。みんな、これが、くっさ。うわ、うまい。これうめえわ。じゃじゃじゃ、絶対でも。あばあ、やったっす。ちゃんと大人になってから飲みましょうね。これマジ、ウイスキーはまずいっすよ。みんな、やめときなよ。本当にまずいから。人生後悔しちゃうよ。だから、ピンシータッフ。飲みますか、おっさん。飲みますか、おっさん。誰がおっさんだ。飲みますか。それ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 、やめてください。見て見て見て、あかん、普通にしない。うわうわ、いつもこういうホットレモンとかばっかり飲んでるから、なんかこう、そうっすね、ちょっと今日は語らせてください、たまにはね。いつもこうなんか面白い動画とか、なんて言うんだろう、商品紹介という名の面白い動画を撮ろうと思ってるんですけど、まあそうっすね、うん、なんか本当に皆さんの温かいコメントがね、私の胸に響いて、こうして今も YouTube 活動をさせていただいてるんですけど、まあね、僕ももう大学生のもうすぐあれなんでね、まあちょっといろいろ将来のことについて悩み始めてるんですよね。えねえ、あの一応ポジション的には僕、うわぁ、コメディじゃないですか。よし、そう、なんかだからこんなことしてていいのかなとかたまに思うんですけど、好きでやってるから頑張らなくていいんですよ。もう僕自身楽しいんでね、もう毎日動画撮るときも本当に楽しいんですよ。もうありがとうございます楽しんでやってるんで苦ではないです、決して。そして頑張ってもないです。自分が撮りたいと思ったのを撮ってアップすると、もう皆さんがなぜか応援してくださるという、本当にありがたい始末でございます。本当に皆さんありがとうございますっていうね感じなんですけど、よく質問で、そうだ、質問でよく来るのを今日はちょっとこの感じで答えていこうと思いますね。じゃあまず開けますね。あ、ダメだ、強い。お酒に弱いということに、ブフフです。まあね。まあ、こういうことっすよ。よくコメントで来るの、なんだろう。え、何来るっけ、コメントでよく何来るっけ、俺。おかまですかってよく来るよね。来る。おかまじゃねえぞ。何が好きなの、いや、女の子って言ったらなんか、いやらしくなるから。なるほど。なんて言っとこうかな。ガール、まあ、ガールも好きなんですけど、なんかボーイはちょっとあんまり好きじゃないです。マン、マンもあんまり好きじゃない。なんて言うんだろう、確かに男友達と言ったらすごい楽で楽しいんですけど、そういう感情にはならないです。やっぱりこう、わかります、女性特有のなんか男にはないあるじゃないですか。例えば僕、長い髪の毛に弱いんです。こういうことあんま言わない、こういうこと動画で言うから彼女できなくなるんですよ。こんな動画とか出してても一緒に出たいよみたいな、そういう子がいいですね。で一緒にこうなんかアリさんとかそういう動画にしたいと思ってます、僕は。乾杯。こうしてね、お酒飲めるようになったんで、今こうやって飲んで、こ
心の内を話してるんですけど、まあ、本当にねえ、本当にね、この先僕どうすればいいんでしょう。すごい悩んでるんですよ。いや、いいと思うよ。というわけで、お酒はね、ほんとみんな二十歳になってからなんですけど、僕は先に言っときますよ、タバコは絶対吸わないですから。あ、よく動画でさ、唇グロス乗ってますかって言うけど、俺唇さ、デフォルトで赤いよね。うん、デフォルト、デフォルトで赤いんですよ、これ何もしないですよ。そこにティッシュで拭いてみれば、ほら、これデフォルトの色です。で、なんで唇こんな赤いかっていう一つの理由としては、まず赤いの？うわ、なんでね、そういうことっすよ。だけどちょっと俺の動画のさ、コメント欄見てなんか質問探して、早く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 、あんた酔ってるでしょ。早く、いつかもうちょい年取ったらぜひ皆さんと飲み会オフ会とかしたいっすね。みんなで飲んでね、語りたいっすよ、日本の政治。あ、ロシアの隕石の話しましょうよ。ロシアの、ロシアに隕石降ってきましたね。どう思いますか、ロシアに。なんでそんなかっこいいんですか。え、なんでそんなかっこいいんですか。そうっすね、かっこよくないっすよ。行っちゃうってどういうことですか。行っちゃうっていうのは、行っちゃうっていうのはね、へーって感じですね。へーってなるともう行っちゃうって感じです。カエルちゃん2匹も必要なんですか。はい、必要です。やっぱり少子高齢化のこの時代はね、一人っ子政策とかダメだと思うんですよ、本当に。やっぱね、二人以上は飲まないと、この人口ピラミッドの形がどんどん崩れ始めると思うんで、そこはやっぱ社会的福祉的な。社長を産んでくれたお母さんに感謝です。お母さんありがとう。けどお母さんに、そう、お母さんも YouTube 見てるからちょっと変なことできないですよね。最後の声、秘書ですか。そうです。あ、そうだ、あの本当に最近キーンって音よくするって言われるんですけど、わかんないです、きっと。なんでなるんですか。カメラのせいかな。まあキーンっていう音になるってことは、多分それなりの音量で聞いてるってことなんで、もうちょいボリューミングダウンにしてほしいって感じですね。やばい、気持ち悪くなってきた。早く早く。最近下ネタ多くない。いや、自分が出しやすくなったってことですけど、決して。え、たけみ、俺あんま下ネタ言わんよね、でも日常でも。だいぶ言う。あ、明日私の誕生日です。バイクはいいよ、風を感じて愛を感じる、みんな夢のような世界へ連れてくるのさ。だから僕はみんなにバイクをおすすめするんだけど、一つ言っておく、バイクはスピードの出しすぎには要注意。みんなわかるでしょ、バイクはすごい速い乗り物なんだ。だからまあ、たまにはこういうストレートな動画もいいと思いましてね、今回作ってさせてまあ、僕の選手ですね、なのに話しさせて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 さ、え
Hey DJ かます Yeah 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 気分上々の恥を通せ大人だせパーリーナイスノーモーライライライみんなで踊れヒポーヒッポーかましてミラクルナンバードゥ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 苦しい。助けて。寝よう。